皆さん、小西研にようこそ。私たちは蛍光を発する新しい有機分子や高分子の分子設計と合成を行っています。21世紀は光の時代と言われており、中でも発光現象は材料科学や生命科学において重要な役割を果たしています。発光メカニズムの基礎研究と最先端の分子科学や材料開発で必要とされる蛍光色素の開発を同時に進めています。いくつか研究室で開発した分子を紹介しましょう。こちらは溶媒の極性を変化させると蛍光色が変わる蛍光ソルバトクロミック色素です。小西研ではこれまで難しかった大きな色の変化、高い発光効率と光安定性のすべてを同時に実現することに成功しました。この色素は世界中で細胞膜の構造解析に利用されています。この色素は溶液中で光らないのに、固体状態や細胞に固定されると強く光る蛍光色素です。一般的な蛍光色素はむしろ溶液中で強く光ります。溶液中で光らないメカニズムを探ったところ、なんとベンゼン環が瞬間的に折れ曲がることでエネルギーを消費していることが分かりました。小西研では環境問題にも取り組んでいます。環境汚染物質トリハロメタンだけに反応して蛍光が消えて分解する色素を発見しました。この色素を使って紫外光を照射するだけでトリハロメタンを PPM オーダーで検出できる高分子ゲルを開発しました。こちらは合成実験室です。有機合成や分離生成の作業をするところです。研究室に入りたての4年生でも世界で誰も作ったことのない分子を合成します。研究を進める中で思わぬ発見に出会ったり、新しいアイデアをひらめいたりします。もの作りの楽しさは、すぐに最先端の研究に関われることと第一発見者になれることでしょう。小西研の論文は国際的に高く評価されています。また国際学術雑誌アグリゲートの編集委員を務めるほか、2020年には環境に応答する蛍光色素の基礎研究により光化学協会賞を受賞しています。有機化学や高分子化学のものづくりを起点に新しい光の世界を切り開きます。ぜひ一緒に研究しましょう。